はい、どうも、ビレジェンド影谷です。先日からね、ちょっとすいません、いろいろ、ビレジェンドストリートファイターコラボでは、お騒がせをしておりますが、まあ、コメント欄見てますとね、まあ、皆さん、本当に、まあ、ビレジェンドのことをね、いろいろと、思ってくださってるんだな、っていうことを感じるコメントがたくさんあってですね、まあ、本当にありがたいなと思います。もう、この度は改めて申し訳ございませんでした。はい、ということで、まあ、コメントの中にね、たくさんあったのが、波動拳風味ってどんな味なんだと、まあ、なんで隠してるんだみたいなのがあったんですけど、いや実はこれもね、波動拳ってどんな味だって思ってもらって、なんか興味持ってほしいなと思ったんですけど、別になんかその1キロ買って飲まないと分かんないからとか、なんかそういうコメントもあったんですけど、いやまあ確かにそう言われるとそうなのかもしれないんですけど、なんか全然悪意はなくてですね、なんかこう楽しんでほしいなと思って、やりました。でね、ネタバレするとあれなんで、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱりまあこれだけどんな味だとか、逆に味が分かんないまま買うの不安だっていうお声もいただいたので、まあ確かにその通りだなと思ったので、ちょっとネタバレをさせたいと思います。波動拳風味は結構ね、色がなんか水色の色だったから、まあ、ラムネみたいな感じでね、SNS なんかで投稿していただいている方もたくさんいらっしゃいますし、まあ、確かにそんな雰囲気もあるんですけれども、どっちかっていうとこう、ね、乳酸菌飲料みたいなイメージをしてください。乳酸菌飲料みたいなね、なんか色からするとね、なんか水色なんでラムネみたいな思う、まあ、でもラムネと言われればラムネみたいな、なんだろう、白い、まあ、ラムネって白か、白しかないね、なんかラムネのね粒みたいな、あんな感じのイメージも確かにあるんですよ。だからまあ多分色の関係もあって余計にそう思うのかなと思うんですけど、だからまあ乳酸菌飲料とか、まあ、お菓子のね、ちょっとこうちっちゃい粒のラムネあるじゃないですか、あんな感じのイメージもちょっと近いのかなという気はします。でちょっとね、また飲んでみようかなと思います。実際飲んでね、もう一度どんな味だったかをちょっと検証したいと思います。はい、ということで、いつも通り、200cc 入れてあります。お水です。スプーンに4杯1杯、まあこんな感じです。はい、もうちょっとね水色出てきてますけど、いつも通りローリングシェイクからの、ローリングシェイクからの普通シェイクであんまり見たことないタイプのシェイクの仕方だね。はい、こんな感じです。水色だからやっぱりね、ラムネって言われるのも分かります。だからこれシュッと言わないよね、炭酸のラムネじゃないってことね。だからはい、匂いをしてみると、乳酸菌飲料と言われればそんな雰囲気の匂いもする。でね、まあ匂いだけだと乳酸菌飲料かどうかってよく分かんないんだけど、まあちょっと飲んでみましょうね。ああラムネっていうのもなんか分かるな。乳酸菌飲料って飲んだら最後ちょっとこう酸っぱいような感じになるじゃないですか。あれがラムネのこうちょっとツンとした感じの雰囲気に似てるます。だけどもうね、ネタバレすると面白くないのであれなんですけど、だからこれ飲んで何の味みたいな感じになるとなんですけど、まあ乳酸菌飲料だと思ってくださいすいません、なんかテンション下がってますよね。なんかね、ネタバレさせたくなかったんだよな。味はね、うまいでございますよね。これ見せとこうか。あまりポジティブな情報じゃないけど、ダマが1ミリぐらいのダマが4粒ぐらい中にあります。はい、まあ、それ以外は全部溶けてます。で味は当然美味しいです。だからどんな味か分かんなくて、まあ、失敗したらどうすんだみたいなことあるんですけど、まあ、もちろん好みなので全員が全員 100% 美味しいと思ってもらうとは思ってないんですが、まあ美味しいと思います。で、感じとしては乳酸菌飲料のイメージしてください。紙パックの乳酸菌飲料ありますよね。瓶とかじゃなくて、こう紙パックとかであるようなね。ああいう感じの乳酸菌飲料のイメージしてもらったらいいと思います。全然ね、こうパッケージがこんなのだし、名前が波動拳風味とか言うから、なんか気を照らしすぎてて変な味なんじゃないかなって思われるかもしれないですけど、非常に飲みやすくて美味しい、さっぱりしてます。夏場のねトレーニング後にグビグビ飲んでも大丈夫だと思いますので、ぜひお試しください。
まあ、先日からねちょっとその告知動画で、なんかこう、重大発表すると言いながらしないみたいなね、なんかもうそういうのがあって、まあ、そのお詫びも含めてですね、キャンペーン価格で売ってるのを限定3000袋ってやってたんですが、5000袋にまで拡大しておりますので、もし、ご興味ある方いらっしゃいましたら、この機会にお買い求めください。で、まあ、重ねてですが、先日はお騒がせして申し訳ございませんでした。これからは、まあ、皆さんに、まあ、応援していただいて、期待をしていただいているということを胸に置いて、ちゃんとね、改めてやっていきたいなと思います。はい。ということで、またこれからも応援よろしくお願いします。はい。では、さよなら。かっこいいでしょ？パッケージ。